演舞開演。どうも、本日はこちらファミリーマートのお抹茶あんみつジュレを食べたいと思います。ただのあんみつジュレになっているんですね。あー、なんだか楽しい。上に乗っている黄色いのは何なんだろう。ご対面。はい、ではこの謎の黄色いものを一緒にいただきます。なるほど、確かに違いますね。特に食感が。黄色の正体は黄桃でした。程よい甘みがあって美味しかったです。その下にあるジュレと茶、小豆、いずれも美味しかったですね。自分好みの味でした。ジュレになっていることによってわらび餅などとはまた違ったプルプル感が味わえたのもとても良かったです。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞閉演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。